こは何屋さんですか。ケース。ああ。で、その一時だから1階が喫茶店だったの。ああ、はいはい。皆さんこんにちは。今回は牛窓に来ております。この牛窓で水没したペンションがあるということで今回行ってみようかと思うのですけども、こちら Google マップで見ることができるんですよね。この遊歩道みたいなとこから映っているんですよね。一体何なんでしょう。そしてドローンですかね。海の上からこんな感じで見ることができます。それではスタートします。なぜ水没したペンションが存在するのか不思議に思うでしょう。ここは定期的に水を抜かないと水が溜まってしまうという地形だそうです。ペンション施設として機能していた時に毎回毎回水を抜かなければならなかったので、そこに多額な費用を費やしてしまい、ついに倒産してしまったのだった。崩れてるペンションもありますね。あの奥毎回ね、排水しないといけない感じだったらしいですね。
YouTube やネットではこのエリア水没ペンション村と言われているそうですが、実際はグリーンファームという施設だそうです。おそらくこの先にある牛窓ペンション村を誤って指したのかもしれません。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。ここは何屋さんですか？ペンション。あ、でその一時だから1階が喫茶店だったんだ。あ、はいはい、いらっしゃいます。ホールがあったんです。あ、ほんまですね。もうやってないですね。でちょっと貸してもらうみたいな感じですかね。泊まり込みみたいな。昔は宿泊です。ああ、現在は。なるほど。はい、実際ね、この水没しているペンションはグリーンファームという名前だったんですよね。で、そのグリーンファームの先にこのペンション村というのが存在するんですよね。というわけです。また次回もよろしくお願いします。この動画いつも登録とボタン、バリともとグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。はい。裏番スピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。